そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。桐生さん。どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？こいつは？これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから、急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。それでは本当に緊急なコンサート開催になると？ええ、そういうことになりますね。ですが T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受け、メジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、これをラッキーなきっかけとして、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だが垂れ込みによりゃ、現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。その体でか。俺が行く。え、冴島さんが？お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場会乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。桐生さん、どちらへ？ババ、お前は残ってくれ。え、でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。え、もしかして桐生さん、そのこと知り合いなんですか？ああ、話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは？諦めるなとな。それだけですか？ああ、それだけだ。You can change carriages now. Kiryu, of course. Head for Cormorchal Hills. Okay, I'll be back once I get to Cormorchal Hills.
Okay, guys, we're back. Kazuma Kiryu, of course. I'm not picking Saijima. I want to be Kiryu for this one. Head to the top floor. Kiryu-san, right? Jesus, that's a lot of guys. Going up to the top floor. Out of here, I'm trying to go somewhere, dude. Jesus, this is a lot of people, dude. Okay, I don't know why I would waste a heat action like that. Jesus, I had to dodge all that? Oh!
Okay, we're gonna be going through this entire... Bro, put that chair up there. Put that chair down, dude. This is like the same place I went through before, isn't it? Oh, for frick's sake, I have to fight him. Why are you wearing a mask, dude? Oh, we're not even done yet. I thought we were done here, but never mind. Oh my god, another boss enemy? Bruh. Where are you going, buddy? Lead me to your boss. That's right, you right. Lead me to your boss. Oh, for frick's sake.
死にてえようだな。My dragon energy on this. Oh, for frick's sakes, dude. Bro, I'm getting beat up over here, dude. This guy over here is really annoying. I don't want to waste my heals on this guy, but I might have to because, like, literally. Oh, for frick's sakes. You're annoying, dude. And I have to waste my heals on you. You're really annoying. Whew. Okay. お前が勝つよ。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。東条会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。こら、どういうことなんや、勝つや、このボケが。キルラン、それにそっちは確か冴島。さあ、これで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。
さあ、わけを聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が登場会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです、福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住、高知、東条会、近江連合両幹部の事故死、すべては東条会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか、その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない、ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東条会の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後で、その全てを奪い取るつもりなんですよ、最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。そうでもしなければ敵も正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。誰なんだ、お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。なんやかっちゃん、喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。ま、そりゃそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち、黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。
サイジマ。その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等へ。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのか、お前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええか、カツヤ。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか、冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。行くで。 Oh man. Oh, he's the captain of the Omni Alliance. Jesus, what to say?Now. Sorry, what did I say?That's why you don't unblock.
久々の喧嘩。手加減しませんよ。All right. You're the only Alliance headquarters.Able to block you, dude.西島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで、キリュウ。Sorry, Sajima, but nothing personal, buddy. Sorry, Sajima.So, I'm really sorry, but nothing personal.
どないする気流。そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ。だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまで、まだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。ほな、行くで。その必要はねえ。うわやっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつ、なんでここに。お前は府警四課。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長、黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと2発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら、その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父。まあ、そっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだ、お前の目的は。俺ら東条海側の人間を殺す理由はわかる。だが、渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ。子分、こいつら。あいにく俺はもっとドライでね、俺が七代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと。それが親父分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒。今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ、捨て駒にしはよく働いてくれたがね。おじい、教えてくれ。俺らのことけなすのは構えん。せやけどあんた、一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴。ほら、今めっちゃ寂しいね。ほら、あんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが
俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。おやじ。それだよ。お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと。コビも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父、いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカども操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃ、このまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほど、その夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。よかった。かっちゃん、おい、かっちゃん、しっかりせよ。おい、ちなんでや、かっちゃん、なんで俺のこと守ったんや。おい、だって兄貴がいなかったら、大見な八代目ついてください。必ず。わかった。わかったからするな、わかった。おい！かっちゃん！おい、かっちゃん！許さねえ。お前だけは絶対に。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。一ヶ月ぶりですかね。黒沢会長。堂島大吾。大吾、
お前どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東上界の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東上界と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。俺です。名古屋組を背後で動かしてる人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしてる人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた。あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと。あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東上界に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東上界のあり方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ。このビルにあんたが登っていくのを見た時確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか。黒沢会長、お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、西島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね。桐生さん、なぜ狙わないんだ。選んでください。
せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか、選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。大吾！ダリア。あいつ、大阪工業の。なんでお前がそこにおるんじゃ、カナイ！お前、カツヤを裏切ったのか。ダイゴ、ダイゴー、キリュウ、話してくれ。ダイゴが、ダイゴが。とまあ、こういうことだ。ふざけるな、お前どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあ、いくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの。お前、はるかに何しよってんだ。おい、答えろ。答えろ黒沢、答えろ。おい黒沢、黒沢。答えてくれ。キリュウ、どうしてなんだ。どうして俺が来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ、なんでなんだ。Well damn, that was chapter 3 for those guys.Hope that's it for this chapter. Chapter 4, Crossroads. Well, I'm gonna end it here, guys. I hope you guys enjoyed. Let me know what you guys think of today's episode, and I'll see you guys in the next one. See ya.